んにちは。共鳴回復ビショップです。名前の通りめちゃくちゃ回復してダメージを与えていく。そんな感じに組み上げてます。このデッキの根幹を支えるのはベレロフォンなのは間違いないんだけど、サブクラスで採用したローザがやばいんじゃないか。そう思って組んできてます。実質ローザがカシムだし、カシムからローザが来るし、どっちがローザでカシムかよくわからなくなります。地味にジュエルシュラインがドロー効果を持っていたり、アークが運ゲーで回復してくれたりもする。ローザがいる場合ドローも回復みたいなもんだし、不屈の祈りも回復兼ドロー、悠久とアークがあればアミュレットが2つあるという判定にもなるし、ドロソとしての役割も久しぶりに果たせたりする。両クラスに共通している部分は EP 回復がない部分だけど、オリビエがいれば最悪どうにでもなる。最終的に耐え切ればギルネリーゼが出てくるし、引き切ってもローザかカシムで戻せばいいって話にもなってくる。最強だね。掌握者を入れて最終的なダメージつなげてもいいとは思ったんだけど、今回はアークにしています。どっちでもいい気がしてるけどね。クラス枚数がぴったりだからなんとも言えません。あとはアークに進行の一撃が使えるのがシナジーってことくらいかな。ジュエルシュラインに使ってもいいけどね。とにもかくにもベレロフォンを引かないと何もできないって話。そこは気合でどうにかするしかないね。そして完全にはザップなんですけど、今って同じカードを3枚引きやすいんですよ。抽選がクラスごとにされていて、サブクラスの枚数を9枚にするとほぼ引ける。じゃあカシムがローザだしローザがカシムだから9分の6で打点カード。わざっと理論で言えばそうなるよね。アークも実質打点カードだから 100% かもしれません。とりあえず言えることはこの対戦で満足しちゃったことだけ。やりたいことやれちゃったからね。なので強さはわかりません。でもミラー？対戦はこっちの方が有利っぽいですね。いや、単純に引きが良すぎただけか。結局のところ私には何もわかりません。わかることは徐々にディスカドラが減っているかもしれないということだけ。ローテでも使ってクロスオーバーでも使うのに飽きちゃったのかな？それか使ってた人はもう上のランクに入っててマッチしてないかの二択。であればもう少しの間だけ下の方で遊んでいたいところ。すぐに上がる仕組みだから難しいんですけどね。そしてここ、先にカシムを出して進化すればリーサルでしたか？なんか楽しくなっちゃって何も考えてませんでした。私の負けです。回復意味を得る。ちなみにデッキはこんな感じ。アークは掌握者でもいいです。あとは進行やシュラインを削ってホリセを採用するとかかな？ホズミ対策にマーウィンでもいいね。最大値を上げればセブンズも耐えられる可能性が上がるし、なんかよくわかんないけど万能です。とりあえず決まればこっちは楽しくて相手は楽しくないデッキかなって、思ったり思わなかったりしてます。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。